捨てちゃダメ。どうしちゃったの？さっきまではあんなに楽しくお話ししてたじゃん。進路どうするか決めた？まだ適当になんか書いとこうかな。適当に書くのはやばいって。ちゃんと考えな。はーい。彼はどうするの？専門学校にしようかな。彼も勉強頑張ってるもんね。おはよう。おはよう。おはよう。聞いて聞いて聞いて。ん？今日さ、進路面談あるじゃん。うん、ノートに殴り書きして決めたの。え、何書いたの？実は。え、いいじゃん。リノアならできるよ。ありがとう。何かあったの？元気ないけど。うるさい。どうせあなたたちも思ってるんでしょ。どうせ無理だ、諦めろって。え、そんなこと。どうせ誰も応援してくれない。おお、リノアじゃないか。転校先の学校でも頑張ってる。はい、頑張ってます。夢も見つけたんで。実は。何言ってんだよ。夢持ったっていいことねえぞ。それより大学か専門学校行った方がいいぞ。女優になる人がどんだけ努力してるか分かってんのか。先生だって知らないでしょ。もういいです。どうせ誰も応援してくれない。今通ってる高校の先生なら絶対応援してくれるよ。所詮その先生だって夢を叶えたことないんだから。リノアの気持ち分かるはずないよ。だからせめて私たちだけは。今何言われても嘘にしか聞こえないよ。その先生のところ行こう。ちょっと。ん？誰だ？リノアに何言ったんですか？ああ、リノアの友達か。特に何も言ってないけど。リノアの夢邪魔しないでください。今の聞いてたの？そういうことだから戻って話聞かせてよ。